ました。ザ・カンツリ関西人ワイルドツアー2022。実況、私、進行優と解説、声、高尾でお送りします。声さん、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ、モリブデン選手、まずは第一ポンドを選択しました。声さん、この高島の泉というのはどういうポンドなんですか？そうやね、とりあえず湧き水湧いててね、水がね、めちゃめちゃ綺麗でね、魚がね、大きいのも小さいのもいっぱいおるポンドやね。なるほど、いっぱい魚がいるポンド。しかし、モリブデン選手、第1投目はかすりもしなかったみたいですね。まあ、おるとこね、魚おるとこ分かってへんやろね。なるほど、魚がおるとこ分かってへんということで、そういう時はどうしたらいいんでしょうか？そうやね、もっとね、ピシッピシッとね、魚をね、見つけるっていうかね。なるほど、ありがとうございます。パッと走行しているうちにモリブデン選手、バーストヒットです。これは、ルアーは何を使っているんだ？トップウォーターのね、クラブをね、使ってるみたいだね、これはね。魚がライズしてたからね、トップのルアーのね、スプーンからね、食い上げたんやと思います。まあこれ、うまいこといったみたいやね。なるほど、モリブデン選手、ワールドツアー記念すべき第1匹がトップで釣りました。うん、ええー、ね、連発しとるね。この方法で5連発ぐらいいったみたいやね。まあしかし、モリブデン選手、朝一はどうしてもスプーンで釣りたかったみたいですよ。そんなん言うてもね、釣れへんかったらね、スプーンもクソもないしね、まだまだそんなね、まだまだもっとスキル上げなあかんからね、もっとピシッピシッといかなあかんよ。なるほど、その時その場に応じたルアーセレクト、決してスプーンにこだわらないというのも大事なセレクトなんですね、小江さん。まあそうやね、俺なんかね、もう朝からね、もうスプーンしか待たへんけどね。でもね、まあモリブデン選手ね、まだそこまでの域には行ってないと思う。うん、まだ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 もう練習が必要だと思う。練習が足りんよ、本当に。さあ、厳しいお言葉、小江さんからの厳しいお言葉ですが、モリブデン選手、快調に釣り続けております。トップ使って快調に釣り続けておりますね。まあこれはね、でもね、モリブデン選手が釣れないっていうよりもね、もうね、ルアーのね、力なんですよ、ルアー。ティモンのね、ベタミッツドライ、これね、よく釣れます。私もね、たまにね、スプーン飽きたら使うけどね、ほんまよう釣れるルアーです。そうですか、なるほど。あ、そしてここで現地リポートのブーさん呼んでみたいと思います。ブーさん。はーい、こちら現地のブーです。今日モリブデン選手、ワールドツアー最初の初戦ということで、だいぶ緊張していたみたいですね。でも一匹釣ってから、なんとかちょっと自分を取り戻して、これからコツコツなんとか頑張って30匹釣りようと言っておりました。はい、ブーさん、ありがとうございます。そうです、ワールドツアーでは30匹釣らないとモリブデン選手の勝利にならないので、なんとか営業時間内に30匹釣らないといけないですね。その辺はどうしたらいいですか、小屋さん。そんなもんね、30匹なんてね、普通にやったらね、絶対釣れるからね、とりあえずね、自分を見失わないことやね。なるほど、自分を見失わない。まあ、ある意味メンタルもすごく大事だということですね。もちろんね、もうメンタルすごく大事やね。もうここまで来たらね、もう釣りの腕っていうよりね、もうね、精神力が何ちゅうても大事やで。おっと、ここでモリブデン選手、釣った魚をアピールしております。そんなんいらんねん、もう怒るで。しかしあーっと、ここでついに放流が入りました。これはチャンスです、モリブデン選手。そうやね、高島の泉はね、ちょこちょこ放流してくれるからね、ここでね、ピシッピシッと放流魚をね、効率よく釣っていく。これ大事やね、すごく。さあ、今ここでサマエル、黒い弾丸のごとく放流魚が放たれました。小江さん、放流魚を釣るときに大事なポイントっていうのは何なんでしょうか？そうやね、一番ね、大事なことはね、放流魚のね、スピードにアジャストさせるっていうこと。これがね、まあ、なかなかね、最初は難しいと思うんやけどね、モリブデン選手、ここでちょっと頑張ってやってほしいとこやね。なるほど、スプーンのスピードを合わせるということで、カラーだけでなくスプーンの重さの調整も大事だということなんですね。もうね、見てたらね、でもね、全然アジャストできてない。もう放流魚全然取れてない。もうこれはね、アングリングファン1日10時間以上読んで、もう一回ちょっと勉強してね、出直した方がいいと思いますよ、本当に。なるほど、それだけ放流魚を取るということはすごく数を釣る上で大事なことなんですね。あっと、ここでしかしハーフタイムです。午前中の釣果は26匹ということです。そして規定の30匹、モリブデン選手、見事に規定の30匹クリアしたようです。まあね、目標はね、達したみたいやけどね、ここでね、満足してたらあかんね。ここからね、まだまだね、若いやつも見てることやしね、もっともっと攻めてね、攻めだるまでいかなあかんと思います。あっと、そしてここで本日2回目の放流に入りました。高島の泉、やはり放流多いですね。これね、2回目の放流でね、またこれ全然アジャストできてなかったよね。もう1回目の時よりひどい。これじゃあちょっとまだまだ数を大幅に伸ばすっていうのは難しいかなと思いますね。あっと、やはりモリブデン選手、放流魚になかなかアジャストできてない様子です。しかも目の前を巨大な伊藤がうろうろしていますね。しかし高島の泉、大きな伊藤がいますね。いいよね、でかいよね。
声さん、あの大きい糸はどうやって釣ったらいいんでしょうか。もうね、数釣りとね、大物狙いっていうのはね、全く真逆の釣りになるからね、もう大物をね、狙うとなったら、もうそれオンリーでね、もうずっとそれ通してね、やってかなあかんよね、もうピシッピシッとそれこそね、やってかなあかんと思います。なるほど、どうしても数を狙ってしまうモリブデン選手、大物にはまだまだ縁がないみたいですね。そやね、まだまだ大物釣る力、数をもっといっぱい釣る力、まだまだ足りへんと思いますね。もうちょっと修行が足りへんと思います。それこそもうアングリングファン、1日10時間以上もう一回読んで修行し直しやね。ローマは1日にしてならず、まさにトップアングラーの道は果てしなく遠そうです。これカメラのアングル最後に変えて上からトップで出るところを撮影したんやけど、出るには出たけどね、撮れてへんよね。うまいことね、撮れてたらいい画像やったんやけどね。まあそういうところもね、これからねちょっと修正してほしいところやね。なるほど、ここもデカ3つドライでトップで出してかけるにはかけたんですが、結果最後バラシという結果に終わってしまいました。ちょっと爪が甘いモリブデン選手ではあります。放送席、放送席、勝ちましたモリブデン選手に来ていただきました。モリブデン選手、第一戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。振り返って高島の泉、第一戦いかがでしたか。そうですね、まあなかなか最初ちょっとスプーンで取れなかったところはありましたが、なんとか、まあ、最後は自分の釣りをできたんじゃないかなと思います。これからも厳しい戦いが続くと思います。次回以降の意気込みを聞かせてください。ね、ありがとうございます。これからも、ちょっと自分の釣りで、他にもね、強い手強い缶釣りがあると思いますので、立ち向かっていきたいと思います。頑張ります。モリブデン選手、初戦はなんとか勝利で飾ることができました。次戦いかなる戦いが待ち受けているでしょうか。小江さん、今日はどうも解説ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、次回またお会いしましょう。さようなら。さようなら。モリブデン TV。